グレアム夫人1777スコットランド、国立美術館像アンドルーズ夫妻像1748から49五郎ナショナルギャラリー像トマス・ゲインズバラは18世紀のイギリスの画家。ゲインズバラは今日でこそ優れた肖像画家として知られ、生涯に700点以上の肖像画を残しているが、故郷サフォークの風景や自然をこよなく愛した彼が、 真に描きたかったのは風景であり、肖像画は金のために、風景画は楽しみのために描くと言っていたと伝えられる。事実、彼の代表作であるアンドルーズ夫妻像では、モデルの夫妻の姿は画面の向かって左端に追いやられ、キャンバスの右半分はアンドルーズ夫妻の領地である田園風景の描写に費やされている。風景画家としてのゲインズバラは、 後のコンスタブルなどに多大な影響を与えている。しかし、ゲインズバラ自身が金のためにややながら描いていたという肖像画の中にも多くの傑作があるのは事実である。特に代表作のクレアム婦人像に見られる流麗なタッチ、若き貴婦人のお貸しがたい貴品と威厳を描き尽くした表現力は他の追随を許さないものである。晩年には、 フィリップ・ジェームズ・ドラウザーバーグが作成したミニチュア機械劇場エイドフュージコンに刺激され多くのガラス絵を描いた。1727年、ロンドン北東のサフォーク地方にあるサドベギに生まれた。ゲインズバラの家族は羊毛を扱う職人であった。13歳の頃に父親に素描の才能を見出され、1740年にロンドンに出た。ロンドンでは、 ユベール・フランソワ・グラブロや、フランシス・ヘイマン、ウィリアム・ホガースといった、シティ・オブ・ワスト・ミンスターのセント・マーチンズ通りの、コーヒーハウスに集った画家たちの中で修行した。1743年には、自らのスタジオを開いた。1746年に、公爵の被着室師とされる16歳の娘と、結婚した。画家としての評判は上がらず、 オランダの風景画の模倣をして生活した後、1848年にサドベリに帰った。風景画の中に小さく人物を描くというスタイルの作品を描き、その後も顧客を求めて、1752年にサフォーク州の州トイップスウィッチに移り、1759年に保養地のバースへ移った。1774年に最終的にロンドンに移り、 肖像画家としての地位を確立し、英国王室から多くの依頼を受けるようになった。ジーン・ヨゼフ・マーラン・ペインティング・バイ・トーマス・ゲインズ・バラ。ありがとうございます。